インドのベンガル料理にハマったオーナーが手掛けるスパイスを効かせた本格カレー。今日ももぐもぐ、こもたんです。今回は大阪地下鉄の中津駅の近くにあるスパイスカレーマルセさんのご紹介です。地下鉄中津駅近くの少し奥まった裏路地にあるカレー店です。同僚と一緒にランチとして利用しました。スパイスカレーマルセ、古民家を改造したおしゃれな雰囲気のお店です。インドのベンガル地方の料理にハマったという店主さんが手掛ける本格的なカレーを味わえるお店のようです。メニューを見るとポークキーマカレー、チキンカレー、グリーンカレーの3つの本格的なカレーがあるようでした。カレーのルーは合いがけもできるようです。これは同僚が注文したチキンカレーとグリーンカレーの合いがけです。ワンプレートのカレーライスでいろんな味が楽しめるのが素敵ですね。僕も合いがけにすればよかったかも。僕はシンプルに1種類のカレーを選びました。チキンカレー、想像していたよりもずっとおしゃれなカレーです。20種類のスパイスをブレンドし、自家製マサラを使用したカレーのようです。ライスには赤みを帯びている雑穀米が使われていました。そしてパクチーも添えられていました。スパイシーでかつアジアンテイストなカレーです。うまいです。ダルと呼ばれる豆カレーも添えられて、とっても味わい深かったです。店内には女性のお客さんが多かったです。特に女性が好みそうなおしゃれカレーという印象でした。美味しく味わいました。今日ももぐもぐ、ごちそうさまでした。